Hello everybody, I am Cosnim, and today I'm gonna test this game. Or you play Yakuza 0. And I'm gonna try out this game, Yakuza 6, The Song of Life. This is the second time this happened. Guess as soon as I buy the game, I'll be able to, you know, continue the game from where I got. I just got Persona flashbacks. Well, sort of. Right? I don't remember. Or as I like to call that guy, Meat Boss. Because let's face it. He was starting to act like a meat boss. Sorry? ねえ、大丈夫ですか? He just noticed me. 例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。You do that.おう。ピカボー。表出やキリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。People in Japan どっちの方が大事なんじゃ? Do wear this kind of outfit? You know, with that weird brown thing around his neck? 今度こそ白黒つけちゃるけの。A real hooping.Oh, tell me more, Daddy. はよついてこい。なんすかストンジ。Hey. ちょっと南雲君。あ、いや。また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。あ。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。That's cute. また後で来るけの。ほいじゃ。I don't know why I found it funny. Sorry, guy. I think she's out of your league.覚悟はええか。ああ。ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの。Sorry, dude. 惚れた女の前でコケにされたままじゃ。かっこつかんけえの。広島ヤクザ敵に回して。Oh, that cockiness is awesome.すかした顔してなめくさってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだが。なんなら、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。I'm pretty sure this guy doesn't have the balls. I mean, he has the balls to scream and throw a awesome glass of.That thing. Whiskey. But the fight. Okay, here we go. Oh man, I remember this.
よし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。はは。わしも体が温まってきたけ。こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。バイ。The girl。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。So, what's in the bag? さ、キリュウさん、これ。What? キリュウ。What is that? You're too sexy to do drugs. Wait, what? いいよ、またしたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。
他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。Dare die. I just started this demo. Minnaga matsu tokoro ni. じゃないのか。 No, you're not. 違うよ。私は。God damn it! Just the damn is already making. Oh, the feels. Jesus.Leading all over again. God damn it. Aww, oh, so cute. What's in the picture? Jesus, when this old man is so hot. Haruka-chan. Akiyama-san.先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君だからきっと大丈夫。乗り越えられるさ。秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？
桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に朝顔に戻ることになるのかな。Oh, I see this. 多分そうなると思います。I mean, I haven't played the game. 私やおじさんにはあの朝顔が家で、cutscenes、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか。じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。Are you? The police? Oh hell no! Stay away from my girl. And my boy. 何やさつの旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。Oh, oh, oh, God, oh. You sweet son of a bitch. Wait, is that you? 脱獄で捕まんのは。There's no way you're. これで2回目やな。Okay, good. It's not. I don't know all the characters, but it kind of looks like. 話が早くて助かるな。I feel bad. 酌量の余地はある。最初のタイガー、おとなしくしろ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソが。なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会で。ごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。あ、何やと。おーゴロ、クッキーザース。デメッゴロ。警視庁のものです。どうかそのままで。え、桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。Oops. I should have destroyed that garbage can or that small plant or whatever it's called. Oh dear.The daughter of Curie's first love. The two met in 2005 in a father-daughter relationship. Bloom as Kiryu risked his life. 元登場会会長、桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス。抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元四代目です。けど今回の構想を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東条会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。東条会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが肩ぐらいでは十分裏社会側の人間なんだ。おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。
なんか歯切れが悪いっすね。俺もキリュウとは付き合いがないんだな。キリュウ is not。今頃あいつが何考えてるか、なんとなく想像できちまうんだよ。The founder of Sunflower Orphanage. Developed, he was a model Yakuza, earning in the trust and respect. God damn it! ここは一体、うん。What the? That doesn't look nice.Okay, so... The girl? Oji-san? Haruka, 俺がただ一人愛した女の忘れ方に出会った頃、まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。 It is goodIt's good. Goro. Kiryu-chan. God damn it. 登場会の射程頭、直系真島組組長、真島ゴロ。シマノの狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、未だにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れ縁だ。そして今の登場会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく登場会幹部となった冴島とは古くからの兄弟分だ。ヘロー冴島。かつて18人の敵を殺したとして登場会の伝説と語り継がれる極道冴島大河。俺と初めて出会ったとき、冴島は脱獄囚だった。その後、運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、登場会直系冴島組を立ち上げている。だが、2012年冬に再び脱獄。大海連合7代目の陰謀に巻き込まれ、登場会を代表する男として俺と共に奴らの標的にされた。警視庁の刑事として I cannot get over that name。 エリートだったこの人の人生は俺と出会ったことで狂わされた。だがそれから何年も俺とは時に相棒として、時に友人として付き合いが続いている。男で一つで一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。大地、コウジ、ミツオ、シロ、アヤコ、イズミ、ディオナ、エリ、親の顔も知らないこの俺が沖縄に児童養護施設アサガオを作って引き取った子供たち。この子たちがハルカと過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。だ
今の俺がまたこいつらと暮らすにはまずやらなければならないことがある。それには長い時間が必要だろう。キリュウさん、秋山、カムロ町の町金、スカイファイナンスの社長、秋山氏。昔は銀行のエリートだったって話だが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたと。それがカムロ町で偶然手にしたわずかな元で運用して、1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥かを守って俺の代わりに体を張ってくれていた。 That's good. You're a good man. What about you? 4代目大吾、かつて俺の都政の親であり東条会の大幹部だった道島宗平の一人息子、極道の世界から距離を置いていた大吾に、俺は東条会の六代目会長という大物を背負わせていた。だが25,000の子分を抱える東条会を束ねていけるのは道島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまた I first met. お目覚めですか、四代目。Stop.大吾か。Wait, why are you お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。 OK then。 噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして朝顔の子供たちは遥かと静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで俺は元極道で、遥はその関係者だ。世間の目引いちまった以上マスコミに追われるのは目に見えてる。俺は遥にその覚悟があるとしても朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺ははるかに世間が注目しているからこそ今回はいいタイミングなんだ。
次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージでハルカは堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。Okay, 6 months later. She doesn't look good. Then again. God damn it. Haruka. よく来てくれたな。変わりないか。そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか。ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか。Yes, that's more important. What about you? たまにそういう人も来るけど、大丈夫。すまないな、ハルカ。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出れば、あと3年くらいで出られると思う。それでも、3年。It's okay, girl. 俺は、こんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか。私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん、芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。There you go. He's smiling. So cute. ほら、できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ、そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。
ハルカ姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺、今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて、三つお頑張ったんだ。前は浩二が教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね？あ、バカ。いやでも実際さ。大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。 No, you can do it. I believe in you. What a bunch of assholes. Just ignore them. They're assholes. どうしたらいいのかな？Unbelievable. やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ、私。Don't say that. No, don't try. Damn it. I'm gonna do it this. I don't... ごめんね、みんな。Ayako, stop her. やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。 God damn it, bikers. 見たんでしょ？そっか。Ayako も見たんだ。三つ男の野球推薦のことが心配？三つ男のことだけじゃないよ。この先、他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら、耐えられない。私は、世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと、刑務所に行ったの。だからって、お姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ？ I'll be safer betting here. おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。 You have to stop her. She's doing a bad thing. Girl, people are scared of you because they think you're kind of like a Yakuza as well. Once you go to a city or something,
You wouldn't not have a good time. God damn it. Yakuza. God damn it. Yeah, go. Okay, yeah. You try. アジア街で火が出てるぞ。 What? That's why everyone's running away? I mean, アジア街が全部焼けちまう。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。Beautiful. And here comes the main man. Okay, how are the kids? Are they fine? Oh, and he's here. He's back. So cool. Izumi-ka.That's right. だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？
なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。Come on, give him a ride。 おじさん。タイチ。バカ野郎。帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせたよ。すまなかったな。Like I said, it's just a demo. Then why am I trying to cry as well? お前ら、大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん。本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ。後から来るんでしょ？いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか？え？何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？Oh, no. そうだよ。そういう話だったよな。Say something. そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。みやこ。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん。でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんではるか姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？That's a completely different reason. お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？三尾が通っている学校から野球推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。No, no, no, it's not like that. お前のせいでも、はるかのせいでもね。全部、俺のせいだ。Come on, don't do it. おじさん。だから俺が、必ずはるかを探し出して、この家に連れて帰る。To the kids. Oh, hello. Oh, that's cool. Hold on, let me. This is so cool. The phone call, the sound, it was coming from my controller. That was so cool. Okay, let's see. This is Hiro from the tips. Well, okay.That's so cool.
Thank you. What? There you go. あやこお姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。ハルカの件はあやこが悪いんじゃない。だからあやこを責めないでやってくれ。あやこも今まで言い出せなくてきっとつらかったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。おじさん、俺どうしたらいい？はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でもはるかは必ず連れて帰る。そうしたら、yeah. みんなでお前の試合を応援に行くさ。you know? その時いいところを見せてくれ。わかったよ。おじさん、豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。豆まだだからね。まだ食べちゃダメ。ああ、that's cool. You're training him. よし。おお。はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。きっとカムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。はあ、ちゃんと話すから心配するな。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。Yeah. 俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。do, でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出して、ここに連れて帰る。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか。調べてくれてありがとうな。はるかについてはとりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何かはるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。Okay, he is wearing socks. I don't worry. I'm just exploring the place. はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん？そうだな。まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。
知り合い？秋山って男だ。大阪や神室町で遥の助けになってくれていた。あいつなら何か遥に聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。Sorry about that. Ow. そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。Is it a bit early for dinner? 晩飯の準備か。何か手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。 Yep, that is a good point. あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。I'll drag her from the year. ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。Let's do this. God.お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接神室町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？ I'm sorry, girl. じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。神室町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもう神室町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、綾子。今度はそう長くは待たせねえ。俺もはるかも必ずここに帰ってくる。うん、そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。The dog was like, what about me? So cute. Don't you worry, kids. I'll get her back. Jesus, this has been a very long demo. Although it just cuts in. I'm pretty sure I'm gonna have a bit of a stop. I don't believe I'm gonna make it. Well, actually, I did meetA demo with at least, I think it was three parts. I think it was Danganronpa. Look at those shoes. Oh, I see. またこの町に帰ってきちまったか。 It is fate, baby.Thing, but what? Yeah.
damn it. Okay, now what? Let me just pause it because I'm gonna need to stop. I've been playing for a really long time. So yeah, guys. Please like the video, subscribe, comment. You know what I mean, this thing. And see you all on the next video of the demo. Oh god.